えいし、どうもこんにちは、こんばんは、ヘザメソクです。大太郎です。よろしくお願いします。妖怪ウォッチすき焼きやっていきたいと思います。もう噛みすぎ。今日はデータ引き継ぎでやっていきましょうか。前作のデータね、妖怪ウォッチテンプーラ、私やってたんですけどね、こちら引き継ぎやっていきたいと思います。引き継ぎのやり方はクソめんどくさいので、皆さんね、お読みの上やってみてください。妖怪ウォッチね、前作プレイしたやつの更新データをね、改めてショップからダウンロードしてきて、そこから引き継ぎデータを作って、それでここに持ってくるってやり方ですのでね、ちょっと時間かかりました、用意するのに。どうやんだろうって分かんなくてね。はい、ということで、こちらのデータね、引き継いでやっていきましょう。さあ、どんな感じ？引き継いだデータで遊ぼう。わ、エンマいた、今。ねえ、それじゃあ始めていきたいと思います。基本的なストーリーはクリアしております。だけど、ダルマットとかはやってないんだよね。さあ、妖怪ウォッチ3すき焼き。この、エンマ大王がお前たちに告げる。このすき焼きで追加された新要素をな、教えてくれよ。さあ、新モード、バスターズトレアじゃあ。ねえ、バスターズ T ですね。ダンジョン探索してお宝ゲットしろ。今までと寿司と天ぷらとアップデートすれば協力して戦えるぜ。すき焼きだけの限定ダンジョンもあるぜっていう。へえ、そして、新たなる妖怪。すき焼き限定の妖怪もいるんだ。何あのコアラ。ねえ。そして、他のバージョンと連動すれば、神妖怪が降臨する。何神妖怪って。マジ？その3。新たなる物語、物語が増えんの？映画連動や新妖怪のクエストを攻略せよ。すき焼き限定のクエストでは超強力な妖怪とも友達にできるかもな。映画楽しみなんだよね、俺。1と2、1回目と2本目も両方とも映画見てるから、ね、次の実写との連動を早く見に行きたい。これ持ってかなきゃいけないんだっけ。他にも俺が評議会に命じて、いろんなものを超便利にしといたぜ。超進化した妖怪ウォッチ3、すき焼き、遊び尽くせ。よし。さあ、プレイヤー名特に変更しません。ね、皆さん覚えてください。僕の名前はダイダラです。かっこいい。妖怪じゃないぞ。やるぞ。さあ、どこからストーリーが始まるんでしょうか。楽しみですね。え？なに？普通に始まったんだけど、これ。さて、じゃあ、今から俺が何をすればいいのか、ちょっと調べてきますね。少々お待ちを。エンマンチになんかあるかな。おお、ヌラリヒョンとかいいんじゃん。うおお、大変なことになってみたいだな。エンマション、お前いたっけ。俺は心配なんかしなかったぜ。なんだってこの町には妖怪ヒーローというバスターズがいるからな。そうだけどさ、ヌラリヒョンじゃん。ウィスまさか555年前に追放したあの者が帰ってこようとはな。ゴゴゴゴッドファーザー、恐ろしい男だね。結局何もしなかったね、ヌラリヒョンたち。よっ、犬マロン。帰ってきたんだね。この街、あんた、お前らマジ強えからな。で、ヌラリヒョンも強えけど、エンマがマジで強えからさ、まあ、妖怪ウォッチの2本目の映画でね、その強さは多分皆さん見たと思うんですけどね。オッケー。で、ちょっと今、どこで行けばバスターズ T モードできるのかなって今探してるとこなんですよね。ちょっともうちょっと探してきますね、街を。あ、待てよ、お前。なんか、クエスト持ってんじゃん。何これ。あ、ダイダラさん、お得の獣が届いてましたよ。え、なになに？お気になりますか？受け取る、受け取る。何これ。ヒキコウモリ？それは、どこかにある世界。何これ、受け取っとこうか、とりあえず。はい、こちらです。ヌー23号か。なるほどね。まあまあいいでしょ、受け取りましょうか。ヌーじゃないで、ウィスカー。パラレルワールドは存在する？へぇー。パラレルワールドって何それ。いや、俺も知らないって、それ。ウィスウィス？はぁ、よく似たもう一つの世界が、存在してるってやつですよーっていう。はぁ、そうですか。夢がありますね、最初の23号。ん？待ってください。最新号は20号でウィス。23号なんておかしくない、ありませんか？え、確かに。これ何これ？偽物でウィス？見た目はヌーそのものですが。いや、パラレルワールドのヌーじゃないこれ。付録としてこんなものがついてましたよ。好きコウモリ好き。ヌーのコイン？何これ？妖怪ガチのコインじゃありませんか？ヌーに妖怪ガチのコインついてくる？レアで妖怪が出るかもしれないにゃーん。USA の妖怪ガチで試してみましょう。え、なにこのクエスト。
それはどこかにある世界。ちょっとナビしてもらいましょう。うわ、ドキドキしてきた。さあ、ヌーのコインを USA の会社に使ってみよう。ちょっと行ってみようか、USA。俺、バスターズ D を今日やりたかったんだけど、なんか、変なクエスト見つけちゃったな、これ。うっし。わ、めっちゃ嵐やんけ、USA。やばいって、これ。OK。じゃあ、とりあえずチェックしてみますね。ウィー。さあ、ヌーさん、23個のコインで妖怪ガチャ回してみましょう。回そう。入れてみるよ。何出てくるかな。大当たり出ろよ、大当たり。あー、これダメっぽいぞ。さあ、どうなる？赤かな？よし。さあ、赤の色で。ほう。ほら、ちゃんとカプセルが出てきたで、ウィース。普通の色だけどね、赤だね。妖怪ガシャかな。開けてみるか。あれ、このカプセル。空っぽ？え？詐欺かよ。なんだろう。うわぁ、え？捕まったんだけど。ちょ、誰か。あれ？え？何？どこ行くの俺。おー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 、どこまで転がってくんだよ。これ酔う、絶対酔う、絶対酔う、絶対酔う。目が回るー。あれ？ふみちゃん。やった、新しい妖怪だよ。え、これ完全パラレルワールドやん。ふみちゃん？なんで USA にふみちゃん来てるの？今日から君も私の友達だね。でもこの妖怪ってなんかよく見たら普通かも。そんなこと言わないでよ。ってなんかおかしい。どうしちゃったの？あれ？普通じゃん。俺妖怪になってる。ふみちゃんやったにゃん。今日はついてますね。ジバニャン、ウィスパーも？この子たちは、日本から USA に連れてき、ついてきてくれたよ、友達なんだ。完全パラレルワードだよね。妖怪ウォッチ、ね、あの3では主人公からクビになってしまった女の子です、フミちゃん。俺がいるはずのところにフミちゃんがいる？そういえば君なんて言うの？俺の名前は、ダイダラって言うわけには。あれ？いつの間にか妖怪メダル持ってる。妖怪には、フーツーって書いてあるにゃん。フーツーってみんな知ってる？あの、映画で出てきたんだよね、この妖怪って。お前、フーににゃん？見た目は普通な感じの妖怪ですし、フーツーかもしれませんよ。うん、それでいいや。ひどい。さあ、お家に帰りましょう。フーツーも一緒に行こう。でも、フミちゃんの持ち妖怪になるんだと俺全然ありだよ。ふみちゃんの家に行こう。何が起こってるのこれ。後ろに俺いるし。嘘やん。嘘だろ。いきなり主人公ふみちゃんとか最高じゃねえか。自転車乗れんの？え、俺、プレイ、ふみちゃんをプレイできるとはちょっと思ってなかったけど、ちょっとテンション上がるよね、これ。ね、皆さんは妖怪ウォッチやっぱあれですか？女性の方は、ね、ふみちゃんで昔プレイしてたんですかね。俺はずっとね、ケイタくんっていうか男の子、ね、ダイダラくんでやってましたので。ウェイツ。さあ、ふみちゃんの家、行ってみるか。なんか、妖怪ウォッチ2だったらね、ふみちゃんでプレイすると、おじいちゃんとかの姿とかも全然違うんだよね、確か。ねえ、なんか、すごいよね、すごい作ってるよね。だから、女の子主人公だった人って、すごい、あれだよね、なんか、すごい違和感あったんじゃないかな、昔。妖怪ウォッチ2やった時とか。ね、アニメとか見てるとさ。よし、とりあえず到着しました。ふみちゃんの家でーす。ふみちゃんのパパが転勤になったの何つまり。到着、私の家だよ。俺の家と同じ場所だ。どうしたの？なんでもないよ。パパとママがいると話しにくいし、2階の私の部屋行こう。やばい、女の子の部屋来ちゃったよ。どうしよう俺。うわー、かわいい。私の部屋。俺の部屋が女の子部屋に。パパの都合で USA に来ることになってびっくりしたけど、毎日新しいものを発見で楽しいんだ。例えば私が通うことになるサウスモンドスクールにはね。マックとか？そろそろ時間でワン。何時間って？あ、そうだった。お出かけの支度は済んでおりますよ。ありがとう、ウィスパーって。ウィスパーが役に立ってる？妖怪指数でウィスから。妖怪ウォッチ1の時はウィスパー超有能だったんだよね。なんでだろう。いつも助かってるんだよって。完全パラレルワールドや。これ妖怪ウォッチ1の世界や。フー2もおいでよ。
イーストカシュー地区の時計屋さんで友達と会う約束してるの。これマックでしょ多分。え、それってどんな子からは会ってからのお楽しみだよ。何言ってんの、何言ってんのお前。見つけていただき、え、雲海峡今からオープンしたの。ワープできんのこれ。あ、 USA 行ける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 。あらら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 普通にじゃあワープできるやつ、ワープしちゃおうか。このまま教会へ。教会の近くだったよね確か。よし、行ってきます。いや、フー2をここで見ることになるとはね。なんかちょうど映画もね、地上波で確か放送されますので、皆さん見てない人はね、ぜひとも見ていただければと思いますね。結構面白かったよ。よし、こんにちは。セントピーナッツパークは UFO 騒ぎがあるんだよーって。もう一回俺妖怪ウォッチねえのストーリーを体験すんのかな妖怪クリーナーまだこの時ないだろこれか、いろいろ混ざってる混ざってる混ざってる。さてと、行ってみましょうか。あ、ここ、これのこと。こんにちは。おや、ドロシーお嬢様とお出かけですか。あ、ドロシー、マックじゃないんだ。お待たせドロシー。クミか、ごきげんよう。クミちゃんの友達ドロシー。ドロシーさんは USA での親友なんでビス。ドロシーさんが落とした帽子をフミちゃんが拾ってあげてから、とっても仲良しになったでビスよ。親友はマックじゃなくてドロシー。そっか、全部俺と一緒ってわけじゃないんだ。今日は、あ、それでは遊びに行きましょうか。気をつけて行ってらっしゃいませんおばさんついてきてんだちゃんと。あら、お前ら何してんだよこれ。うん、おいしい。何度食べても飽きませんわね。いや、華やかでいいでビスフミちゃんで可愛いな。でもね、私はもう少し甘酸っぱさが欲しいのよね。え、ふみちゃん、ドロシーちゃんにデモネードが取り付いてるでビス。よし、普通お願い。え、俺が戦えるの戦えるのお前、戦えてないの。疲れたけど楽しかった。妖怪の生活も悪くないな。ウィスウィス、なかなかのものでした。ウィーよ。戦えるんだ。 C ランクぐらいだけどね。フーツーって、フーツーはね、不思議族なんだよね確か。相談したいこと何。弟のことでちょっと。マックくんのこと。いつも街を出歩いていて、夜遅くまで帰ってこないから心配。街中で見かけたら帰るように言ってくれない。オッケー。スクラップヤードに出入りしてるって。私が行きたいのだけどね。サリーおばさまに見つかると面倒なのよね任しといて。え、ボスだよねこれって、スクラップヤードって。ちょ、どうなってんだこれ。オッケー。さあ、とりあえず皆さん今回ちょっと短いですが、この辺で終わりにしましょうか。ふみちゃんが主人公のストーリーなんか進んでますので、少しこれ攻略していきたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。オスペです。また次の動画でお会いしましょう。